イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。1月12日、うん、水曜日93回目でございます。93、ちょっとずつ水曜日にずれ込んでる。真ん中の週の真ん中に、じゃあそのうち金曜日とかになるんじゃない。いや今回はまあまあまあ月曜が祝日だったので、そうですね、一日ずれ込んでおります、うん、はい。そう、先週はめちゃくちゃいろんなイベントがあってありましたね。あの年明けて、そっか、でもまだ、うん、まださ年明けてさ一週しか経ってないと思ったけど、もう半分じゃん。15日ってことは。そうだね、15になったらだって半分だもんね。早い、1年もう終わるぞ。もう終わるの。早い。1月ほんと早い。でも思ってるより早い ね。最初のイベントがハピカラでね、あれだったけど面白かったね。マリちゃんとすぐ会えて嬉しかったな。ね、これが新年一発目のイベントで、うん、まあハラショー、ハラショーじゃない、ケショー。寝てんのか、うん、寝てるかもしれない。正月もうハロショ店員でしたから私たち。間違ってないよ。三毛猫ショップイベントとかはあったんですけど、うんうんうん、ライブイベント始めが6日のハピカラで、はい、マリちゃんが来てくれて、はい、これまた普通では終わらんかったね。やっぱり終わらんかったね。私たちに歌を捧げてくれましたよ。嬉しかった。心さんにはなんてやつだったっけ。君の顔が好きだ。あ、いいな、斉藤和義さんの。そう、めっちゃ嬉しかったな。なんかその考えてくれたんだとか思ったのも嬉しいし、うん、そのビッグキャットの時にココちゃんを撮る専門だったから、心カメラだったんだよね。そうなの、マリちゃん。今すごい渋い顔してるわ、それちゃん。そうで、なんかその時に思ったよって言ってくれて、顔も膝も好きだって顔してくれてたじゃん。ねえ、さすがアドリブ、ああいうの上手だよね。上手。けどさ、さやちゃんの方が結婚してたからな。そうそうそう、うん、マリちゃんがなんか設定考えてきてみたいな。今日はなんかアバとかバレンジャーとかは封印してきたって言って、マキバオとかは聞きたかったけど、ね、で今回は2人にラブソングを送りたいって言って、うん、設定があって、心さんへは何だっけ、片思いしてて、そうそうそう、付き合う前というかね、かあの片思いの相手を口説き落とす曲って言って、うんうん、めっちゃ羨ましいって言っててまあ私は3年付き合った彼女だったんですけど、そうそうそう、ヒゲダンさんの犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しようという曲で、うんうん、付き合って3年のね、まあ確かに曲でしたわ。プロポーズされちゃった。そうでしょ、すぐ聞いた、帰った。私も聞いた。マリちゃんからのラブソングと思って聞いてください、ぜひ。嬉しいんで、聞いてほしい。いや本当私らマリちゃんのこと大好きだしさ、ね、本当面白い人、あの人面白いよね。でもこの日は本当に最後まで歌わんかったね、アバレンジャーとか、ね、本当だね、うん、ちょっと聞きたいとこもあったけどね。あったけどね、貫いとったね。ね、で次回は、うん、1月26日にハピカラがありまして、うんうん、なんとゲストがミキティとレミタンが、はい、三毛猫ガールズから来てくれます。はい、かわいい子。何歌う、なんかあのミキティはイメージつくけど、うん、レミタンってイコールラブさん以外にね、何を、私もそう思う、うん、コナンメドレーか。あ、小松美穂練習していく。そうしよう、捧げようの愛を。謎ね、コナン練習していこうか。楽しみに、ぜひぜひ皆さんも遊びに来てください、うん、そして次の日がミキティのバースデーライブ で、ね、またマリちゃんと一緒だったしね、うん、一緒だったね。ミキちゃんがあの結構前からね、この曲一緒にやりたいですって去年からずっと言われてた、言ってくれてたよね。ビッグキャットより前に言われてたもん。早いな。いや、オールウェイズハッピーやりたいですって言ってくれてて、そうそうそう、しかも振りないから別にギリギリでもね、そう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 、よかったんだけど、すごい早くから準備してくれてて嬉しかったな、うんうん、嬉しいね。あとあれだ、ハローグッバイね、5人でできた、うんうん、できたし、しおりさんとまうちゃんと、かわいいね、え、5人でようやく歌えたし、なんかすごいミキティもいろんなコラボを考えてたし、うん、マリちゃんのステージであのキラヒラに飛び入り参加したりとか、ね、私らのとこでもね、あの、うん、ネバーマインド出てきてくれたりとか、うんうんうん、三毛猫カンパニーって本当あの急にステージにね、あの連れ出されても対応できるっていうね。いや、それ思った、ミキちゃんすごい対応しててね、成長を感じました、ね、私は、うん、アヤピーの時もだけどね、うん、幸せそうでよかったね。ね、本当ミキティらしいわ、うん、すっごい嬉しそうで、ふわふわの空気感でね、ね、よかったなと思っております、うん、はい、で次は
レみたいになるのか。次はそうかそうか3月までそうね。ねえ、うん、でね、あのちょっと前に発表されたんですけど、うん、三毛猫ガールズからくーちゃんが卒業するということで、うん、まあでもね、あのまあ若いんで、そうね、まあ理由はもう発表でもあったんですけど、うん、まあ学業に専念ということで、うん、まあ、将来がね今後の人生かかってるので、うん、まあ、あの本人の意思を尊重しようということで、うん、一応三毛猫ガールズはやっぱりあの他のメンバーもねこれから頑張っていくので卒業という形なんですけど、うん、事務所には在籍しているので、うん、もしねくーちゃんがやっぱり芸能活動したいってなった時はね、うん、いつでも私たちあのバックアップしますので、はい、まあ若いんでね、そうそう、今できることをね、そう、うん、してもらえたら、ね、寂しくないといえば嘘になりますけどね、まあまあいつでも私たちは待ってるので私たちが言うことないもんね、学業に専念しますそうそうね、今ちょっと考えてみたけど、なんかリワードしたら怪我しましたとか、あの体のちょっとお休みもらいますっていうのはあるかもしれん、もしかしたら電撃結婚とかねあるかもしれんけど、学校業に専念、今後のことを考えて33になったらもうそういう選択肢はないから逆に羨ましいけど ね、 羨ましいね。例えばだって2年勉強して戻るって言ってまだ未成年、いやそうだよ、すごくない？それってすごいことだよね。一応あ、もう20歳ぐらいになってんのか。でも20歳だよ、何でもできるよね、うん、まだまだ何でもできる。私はだってアイドル23とかから始めてるんで、本当にそうそう、まあ、若いアイドルのみんなにはもう何だってできるから、うん、あんま焦らずに、そうね、好きにしてほしいなと、うん、思います。ね、ファンの皆さんも寂しいと思いますがね、うん、くーちゃんのね未来を応援してあげたいなと思ってるので、うん、よろしくお願いします。そしてそして京都ミューズ、そうですね、いやこれもちょっと泣けたわ。いやこれはめっちゃ泣いてたよ、さえちゃん。いやパオちゃんがね、あの1月1日に卒業というかアイドルを引退するっていう発表してて、なんか何人かに聞かれて、これって改名するだけなのとか、どういうことみたいな、でリリカルコトポーとしてのアイドルとしての活動をやめますみたいな感じだったから、あんまピンときてないと思うんですけど、うん、もうパオちゃんはもうステージから降りますという発表だと思うというか言ってたので、うん、まあでも音楽は続けるって言ってて、うん、その楽曲提供だったりとかはしていくって言ってたので、うん、まあ、これもやめてほしくないな、うん、本当にね、うん、そうなんだよね。なんかもちろんパオちゃんってさ、そのお家が旅館だから若おかみ、うん、というかおかみおかみだね、としてお家のこともあるし、うん、まあ、今までそれ両立させて頑張ってきてて、うん、でもやっぱりこう大人だし家のこともあるし、うん、ね、今後のこと考えてここで一旦やめますという発表だったんですけど、うん、パオちゃんがライブ中に、ちょ、私ほんと裏で聞いてて、うん、あの感想で本当はやめたくないみたいなボソッとパオちゃんが言って泣き出して私パオちゃんが泣いてるところが見たことないから、ないよね、見たことないわ。だって琴恵の門出ですら泣いてなくて、うん、ずっと笑顔だったから、うん、びっくりして、びっくり、そっからパオちゃん本当にね泣いてちょっと歌えみたいな感じになってて、ね、うん、で本人は泣いたことをすごく恥ずかしがってたんですけど、かわいいめちゃくちゃ本音な感じがして、うん、で私ら次に出番だったんですけど、うん、やばいやばいやばいってなってでももうSE かかってたんでとりあえず出たんですけど、まあ全然良かった。私1曲目エンジョイでね、うん、エンジョイもなんかいろんな思いあるし、そう、マリちゃんが復活の時も泣いたもんな、うん、そうそうそう、グッと来てしまってね、ほぼ小五郎さんが歌ってていや本当珍しく、さやちゃんってあの泣いてても歌えるタイプなんですけど、いや歌えんかって、危なかったから、うん、あ大丈夫かな、いやそんだけなんか、いや何響くというか、なんかね、なんか大体卒業ってあの発表する前から本人はもう気持ちの整理をつけてから発表することが多いんだよ、うんうん、長いから発表までが、うん、けどあパオちゃんもまだ気持ちの整理ついてないんだっていうのと、うん、なんかパオちゃんもなんかライブして初めてこう実感して、うん、やめたくないって言われたらそれは泣くね、そりゃ泣くよね。そうでもなんかパオちゃんとマリちゃんとね、うん、その後3人でも喋ったりもしたんですけど、うん、まああのパオちゃん3月30日までいろんなライブ一緒にしようっていうことで、3月13日が最後のワンマンなんですけど、うん、2月の5、6と、うん、リリーユーと、はい、パオちゃんとマリちゃんとね福岡遠征に行くことにしまして、うん、マリちゃんはまあ6日だけなんですけど、うん、まあ、卒業旅行じゃないけど、うん、パオちゃんをできるだけいろんなところに連れて行きたいなっていうので企画しまして、はい、あとは3月10日に琴恵の卒業式イベントもしようと思っております、うんうん、はい、琴恵の門出メンバー、うん、カノさんちょっとお休みになっちゃうんですけど、うん、ファビュラスも呼んで、うん、みんなでね送り出したいなと思ってるので、ぜひぜひ
10日も13日もで、はい、あと何個か多分一緒に、うん、まだ発表されてないんですけどライブは考えているので、うん、まあ、できるだけいっぱいパオちゃんとライブしたいね。ね、一緒に歌いたいしね、パオちゃんの曲とかもね。楽しかったな、パオちゃんと夜行逃亡とポラロイド歌って。ね、楽しかったね、いい顔して歌うからね。ね、なんかパオちゃんと歌うことでちょっと成長させられてるわ、うん、バトル漫画みたいな、戦ったらレベルアップみたいな。なるほど。毎回パオちゃんと歌った後ちょっと経験値上がってる気がする。いいことだね、うん、なんか3人もすごい声の相性良くて、前の日もね、そのハピカラ、うん、6日か、うん、にマリちゃんと歌うのすごいしっくりくるって話したんですけど、うんうん、パオちゃんもだわやっぱ聞いて育ってるものが一緒かな、やっぱり、はい、うん、なんかすごい気持ちいい歌ってて、うん、いや楽しかった、ね、涙涙だったけど、うん、まだね、でもほんといっぱい一緒に歌えるから、ね、やばいよ、1月から泣いとって、私あと2ヶ月ずっと泣かなあかん、ポラロイド歌うたびに。本当にね、大変なことですよ、ほんと、うん、カウントしとこうかね、もう一回泣くと思うで、フェアラブちゃん、フェアルマイラブちゃんが名古屋、あ、東京なのかな、東京、関東とか名古屋の方で多分活動が多くなると思うんですけど、うん、初対バンということで、はい、来てくれて、もうおしゃれ、やっぱフェアラブの曲好きだわ、すごいよね、うん、なんか楽しい、なんて言ったらいいんだろう、かっこいいし、うん、それをまたあの少女たちが歌ってるのがいいし、うん、なぜか毎回メンバーは入れ替わってるはずなのに、うん、MC の雰囲気一緒なのよ、なんかあれほんと不思議、なんで一緒になるんだろう ねえ、あのいい子供っぽさ、うん、こびてない全然、でもなんか大人びた雰囲気もあり、そうなの、あんなクールだったかな私らが中学生の時って、っていうぐらい大人びて見えるよね、うん、いやすんごい笑ってたと思うな、うん、全然違ったよね、パンパン T シャツで虫取りしてたと思うしてたと思ういやすごい良かったので、新生フェアラブも楽しみだなと、うん、でまた呼んでもらったらね、うん、関東名古屋行きたいなと思ってるので、小林さんよろしくお願いします、うん、お願いします、アイドルバンチも出たいですだって最後帰りにさやちゃんがさ、うん、今日小林さんとあんま話できんかったそう、スタッフさんというかプロデューサーの小林さんと結構仲良しでそうそう言ってた、面白い、そうなのそうなの、仲良くしてるんでね、また呼んでほしいです ね、うん、またゆっくりお話ししたい、うん、可愛かったな、2人ともうまかった、可愛かった、また姉妹なのがいいね、いいよね、うん、なんかツイッターになんかあんまりあのシャイだったから話しかけてもへへぐらいな感じだったんですけど、うんうん、お姉様たちのライブがすごくかっこよくて刺激になったと書いてくれて嬉しいね、すごいリハをずっと見てくれるのよね、うん、そうなのよ、いい子たちだなと思って、うん、まだまだこっからすごい伸びるんだろうなという、うん、ぜひみんなにも見てほしいフェアラブ、はい、楽しかったです、うん、そして、ソイジン式、うん、ソイジン式めちゃくちゃ楽しかった、いや楽しすぎたな、ダーリンすごかったけど ねつぼみの、まあ、ソイヤのバースデーライブで昼夜公演があって、うん、私らは昼公演のソイジン式に呼んでもらったんですけど、はい、ダーリンに久々にソイヤが出てきてくれて、はい、うん、ラブリーズも一緒に出てて、ね、台湾で、うん、でその後私らの出番でソイヤがずっとそれにいて、うん、何歌うんすかって言われたから、乾杯ソング、うん、何だったっけ、ナイトクルージング、うん、ダーリン Are you happy 共に踊れっていう、うん、もう本当に成人式をイメージというかソイヤをイメージしてセットリ組んでたんですけど、ソイヤセットリじゃねってソイヤが言い出してくれて、まあ、ナイトクルージングもコラボよくしてるし、うん、アイハッピーめっちゃ好きって言ってくれてるから選んで、うん、ダーリン出よっかなって言ってくれて、今ねこんなご時世だからマスクないと絶対にコラボしちゃダメっていうね、そうそうそう、厳しいよねやっぱね、マスク持ってますかってなって、うん、本当にラブリーズ終わったぐらいの時間で、うん、もう SE なるぞって、ね、そうそう、もう SE かかってたもんそうだね、かかってた、マスクあるけどってなってあのロンティの袖に隠してそうそうそう、飛ばないようにね、私たち親指に引っ掛けて出てたんですけどなぜかマイク持つ手じゃなくて、あの踊る方の手に引っ掛けてたから、私もうほんとマスクが飛び出そうで、乾杯ソングで手振るとこで、そうそう、ずっとマスクがこう手を振るたびにぬっぬって出てくるから気になって気になってね、すっごい私とあの前列にいた人たちずっと気にしてたマスクを飛んでいくんじゃない、なんでなんだろうって、でマスクがさやかさん外し忘れたんかなとか思われてんのかなとか思ったりとか、うん、でもなんかダーリンで登場すると思わせたくないから、うんうんうん、期待させたいから、うん、バレたくなくて、わかる、だからもうこれはクールでいなきゃと思ったけど気になりすぎてどうしていいか分かんなかったよね、でダーリンかかったら あんな曲中にマスクかけることないじゃんないね、いやすごい慌てたしすっごい大変だった、歌うのなんで左につけなかったんだね、ずっと言ってたな、すっごい苦しかったわマスクして歌うのね、あれ体力つくんじゃない、逆にねえ、ね、ソイヤが大暴れするしさ、うん、ただでさえステダーリンは体力使うのに使う、さらに過去で過去最高に
体力使ったね、あのガーリー、ね、楽しかった、ラインダンス楽しかった、そうそうそう、バラバラのラインダンス全然揃わないラインダンスしたりとか、ソイヤがステージ走り回るから走り回ついて回って、ソイヤがあの初めて一番のサビをちゃんと普通の歌詞で歌ってて、なんか子供の成長に涙出そうになったわ全部ちゃんと歌って、うん、2番はもう一回一番歌うっていうね、そう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 あの恥ずかしくなったんか、2番はもう一回一番歌ってましたけど可愛いんだな、可愛いね、心さん、あの最初からなんていうの、うん、つぼみとこんなにめっちゃ遊んだりするようになる前から、うん、なぜかソイヤと仲良かったの、あれなんでなんだろうね、なんかなんだろう、ソイヤとあの趣味が合うよねみたいな、可愛いもの、そうそうそう、好きで合うねってなって、でなんかソイヤが楽屋とかでいらん服あったらくださいよみたいなかわいいとあったから、あ、じゃあ着ないやつ持ってくるねみたいな言ったりとかしてて、羊毛フェルト2人で、そうそうそう教えてって言ってしてもらったりとかを始まりかな、この2人が仲いいの本当面白い心って呼んでるもんね、そうそう、でさ言わんかったけどさ、あの、うん、LINE でさ「お誕生日おめでとう」って当日に送ってさ、うん、大好きだよって言って送ったらさ、俺っちも心のこと大好きだよって言って、かわいい、かわいすぎ、かわいい、どいや、もうなんだろうね、本当に、なんだろうな、さやちゃんも言ってたけど、本当動物をめでる気持ち、うん、なんか愛おしさがある。なんか孫とか言ったりしてるんですけど、うん、なんかキャラ的にも、うん、言ったらね、喋る動物キャラ、なんかアニメとかにあるじゃん、なんか主人公の、うんうん、そうそうそう、横についてる喋るキャラ、うん、みたいな感じかな、ピカチュウが喋ったらこんな感じかな、ジバニアみたいなね、あ、かわいいソイヤってキャラクターみたいだしね、ほんと子供っぽいところもあればでもかっこいいんだよね、よ夜の分のソイファブリックマジでかっこよかったね、ほんとかっこよかった、だってソイファブリック多分ハッピーハンバーグフェスより前からセトリ決めてたからね、うん、そう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 早っ、私らビッグキャットのセトリ決めてなかったから焦ったもんね、ソイファブリックのこの動きで、うん、え、やばくない私らもってなって後から決めたよねそうだったよ、でほぼイヤハビバンドとメンバー一緒なんですよ、うん、ドラムのカンビ君とギターのフジムとイクさん一緒なんで、うん、なんか皆さんは本当にようやくビッグキャットからビッグキャットどころかハッピーハンバーグフェスから多分大変だったんで、うんうん、本当お疲れって感じ、いや本当にお疲れ様です、いやフジム頑張ったねって言ってあげたかったよ ね私ら一番そのイヤハピの新曲だったりとか、うん、あのパオちゃんのアーの曲のアレンジとかも全部フジムがやってるから、フジム大丈夫かってずっと二人で言ってて、そうだよ体調崩さんだかって、ね、私たちもお母さんだから、そうそう、心さん特にね、フジムのお母さんみたいな感じでフジム大丈夫かなって二人で言ってたけど元気そうで ねよかったですよ、だから頑張ったよね、だってビッグキャット終わりで、うん、あの元気な仕事大好き神戸くんに次はソイファブリックですねって言ったら、うん、まだ何も考えたくないあのビッグキャットでボロボロの体に言ったからスケジュールも多分ぎゅうぎゅうだからね、うん、大変だったよね、いやすごいと思う、ね、でもなんかそのなんだろうな、ソイヤの気持ちにみんなが応えたいっていう気持ちだったりさ、うん、マジで優しい、優しいし、なんかソイヤがすごいエモいことを言ってたりとかさ、うん、なんか泣いたよな、泣いた、私たち多分同じタイミングで泣いてなかったなんかのフジファブリックのことを思う気持ちというか、うん、ボーカルの志村さんがこうでその年齢に追いついてみたいな、うん、っていう MC からのそのフジファブリックさんの歌歌って、うん、そっからの空へでめっちゃ泣けた、うん、めっちゃ泣けたよねあのゾーンやばくて、やばかった、めっちゃなんかソイヤってかっこいいなって思ったな、すごいだよね、うん、なんかソイヤってそのセリフも多かったりするじゃん、つぼみとかでもさ、うん、それもさなんかちゃんとキャラでさ、うん、なんて言うんだろうな、演じれるじゃないけどさ、すごい、うん、だしなんだろうな、なんか本当に有言実行だし、確かに自分で言ったことをちゃんと自分で実行するし、うんね、なんかあれだけソイファブリックの多分ギターとかめっちゃ大変だったと思うんですよ、うん、自分が一番
自分が好きにしろ、うん、けどそれで昼公演であんだけその、うん、コラボね、新曲も2曲あって、うん、でコマッペのダンスも完璧だったじゃん、完璧だった、でさきぴょんとダンスもやってさ、うん、いやこの人ってマジでストイックだしすごく練習してるんだろうなと思って、うん、こんなん言ったら多分怒られるけど、うん、すごく努力家で真面目、本当かっこいいと思った、そうかっこいいんですよね、うん、かわいいとか言ってるけどマジで尊敬する、うんうん、尊敬もするし、なんか昔さ私たちもハロプロ好きで、うん、モーニング娘。に憧れて真似したりしてたから、うんうんうん、まあ、若い時は私もこうだったのにな、みたいなめっちゃ好きにまっすぐで全力をかけてやってて、まあ、いいんか悪いんか今ちょっと大人になって自分のさ体力とかさ、うん、分かるようになってきたから、そう、ね、ちょっと羨ましいなとか、うん、こんな頃あったのになって、うん、たまにソイヤとかソイファブリック見てたら思うんですよ、うんうん、だからその気持ちをアサレンガールズの曲に込めてるんで、うん、あの YouTube に載せてるんで、うん、ぜひ今日はもう話長くなったんで書けないんですけどYouTube に載ってるんでフルでぜひ聴いてほしい、いやでもみんなそう思ってるんだと思った、うん、イクさんもガヤマちゃんもなんかそういう歌詞で、うん、なんかやっぱソイヤってすごいみんなのことをさ引きつける力あるんだなという、うん、あるね、すごい、ソイちゃんすごい、すごいよ改めてお誕生日おめでとう、 おめでとう、これからも仲良くしてね、ね、してよな、またラーメンと魚食べに行こうね行こうね、行こうということで、すごく充実した1週間でした、はい、でしたね、まあ、今年もねいろいろライブも決まってきてるので、うん、この寝るラジも忘れないように、はい、もしかしたら木曜日金曜日になるかもしれませんが今年もお付き合いください、はい、ということで今夜もありがとうございました、おやすみなさい